街外れの公園を通り抜けて坂を下っていくと、そこにあるのは何十年も昔のモノクロなやつばかり映してた。 僕の他にはいつも一人だけ。そこにいたのは洗いざらしのワイシャツに、キャスケットの似合う僕よりもきっと年上の。僕は彼に話しかけて、いろんな見たことのない映画の話を聞いたのさ。 たまには古い映画を借りたりしては眺めていた。 坂を下っていくと、そこにあるのは十何年も昔にモノクロなやつばかり映してた。